あのかけされたマイナーマー法案あまりにも国会啓示ではないんですかちょっと何をおっしゃってるのかよくわかりませんが何言っても分からないってのは私わからないんだけど何を言ってるかわからないのがわからないというのがわかりませんいやだからこれから懸命を検討すると言ってるじゃないですかだからこの委員会だって検討の一つの近いじゃないですかだから聞いてそれからだから令和五年六月九日参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 共産党、伊藤議員からのよくわからない質疑に、河野大臣が苛立ちを隠せずにいたデジタル社会の実現に向けた重点計画の改定案が取りまとめられました、え今朝閣議決定がされたと報道がありました。えー、今日の資料で重点計画の決まった内容の一部をお伺いしています。 で重点計画ではです、ね、えー、このちょうどその資料の真ん中あたりになります、次期カードの検討開始って、えーライン、オレンジのラインを引きましたけれども、えー、2026年中を視野に、次期カードの導入を目指すとして、そしてその検討事項として、県面記載事項、性別、マイナンバー、かな、 国名、西暦等とあるんです。これ私びっくりしました。マイナンバー法が可決されたのは、ついこの間31日のことじゃないですか。え大臣は、県面表示は本人確認のためのマイナンバーカードの在り方として重要な事項だと、関係者のご意見を伺いながら、丁寧に検討を進めていくと答弁されていたのに、1週間も経たないうちにこれ出てきたんですで。大臣、国会に提出された法案は、 こんなすぐに発表されるようなことがあったのに、えー、その内容は法案に盛り込まれなかった、あの可決されたマイナンバー法案、あまりにも国会軽視ではないんですかちょっと何をおっしゃってるのかよくわかりませんが、あの委員会の中でも、懸命について検討をしていきますということは申し上げておりまして、それをここに書かれているとおりでございます。何言っ,てかかっていいかかかわわららななのは私からないんだけど 丁寧に検討していくって言って、1週間経って、なんですぐでで丁寧じゃなくて出てくるんですかってことを聞いたんですよ。で、データ庁にお聞きします。次期マイナンバーカードで、あの本人写真、氏名、住所、生年月日の記載は検討事項に入りますか何を言ってるかわからないのがわからないというのがわかりません。懸面の検討をすると言って、懸面の検討をするというのが書いてあるわけですから。 は当たり前のことじゃないですかで何をどうするかというのを検討を開始しますということを重点計画に盛り込んで、これから検討するんじゃないですか1週間前に丁寧に検討するといって、なんでその,その後1週間後にこれは出てくるんですかということを私、言ってるんですよ、聞いてることに答えてください、本人写真、氏名、住所、生年月日の記載は検討事項に入りますか検討を開始すると言って、検討しますというのが書いてあるのは当たり前じゃないですか、何を言ってるんですか。 本人の写真、その他、何を載せるかというのを、これ、検討の対象として、検討するんじゃないですかあの本人の写真なども検討に入るということですね。で、そうなってくるんですよ、大臣、マイナンバーカードの県面記載事項がこんだけ大幅に変更となれば、つまり本人写真が載らないかもしれないとか、生年月日が載らなくなるかもしれないとか、なればこれ、本人確認の運用の姿が今とは全く違ってきますよ。 例えば自治体窓口での本人確認は、どのように行われると想定してるんですか、例えば写真がない、生年月日がない、どうやってやるんですかいやだから、これから懸面を検討すると言ってるじゃないですか、その懸面を本人の対面の確認に使うか、あるいはこのマイナンバーカードそのものをオンライン上の本人確認に使うか、あるいは新しい暗号技術がどうなるのか。 さまざまなことを検討すると言ってるんじゃないですか。何言ってんですか。あの時期カードの検討を開始するとここに書いてあるわけで。 私はこの委員会で、新カードの県面の検討をいたしますということをずっと申し上げてきておりまして、ここに次期カードの検討を開始すると書いてございます。でその検討事項の中に、県面のデザイン、あるいは県面の記載事項、性別、マイナンバー、加盟、国名、政歴、 電子証明書うんぬんと、これを検討するんですということを申し上げておりますから、これ、全部テーブルの上に載せて、名前を書くのか、写真を載せるのか、生年月日をどうするのか、性別をどうするのか、それをこれから検討するわけで、それはマイナンバーカードというのは、本人の対面の確認にも使いますし、 オンラインでこれは本人だよということを確認するためにも使うわけで、そういう機能を果たすために必要なことは何なのか、あるいは今電子証明書に使っている暗号の技術、今は5年で更新をお願いをしておりますが、 このカードと一緒に10年で更新をするならば、どの程度の暗号の強度が必要なのか、そういうことを一つ一つ検討するということをなわけで、それが検討を開始すると書いているわけでございますから、委員会の審議の中でも、あのこれから県面磁気カードの県面の検討をしますと申し上げているわけで。 それは言ってることはそのままここに書かれているわけでございますだからですね、大臣ね、だからあの大臣もけん丁寧に検討するって言われてるから、だからこの委員会だって検討の一つの機会じゃないですか、だから聞いてるんだからだから私が聞いたのは、あの例えばこの検討の中で、本人写真を載せるかどうかも検討とかってなってくるとね、これ、どうやって本人確認できるんだろうかって疑問に思うじゃないですか。でそれをちょっと丁寧に お互いい意見を交わわしたいわけですよで。例えばですよ、もしその写真を載せないとかってことも検討に入ってくると、今、自治体の中にあの、自治体の現場に読み込み機ってありますけど、読み込み機の総入れ替えもしなきゃいけなくなりますね、IC チップの使用が変わるわけですからで、そうすると相当な費用がかかるじゃないですか、でそんなことも丁寧に検討していきたいんですよ。 どうですか。検討するイコール取り除くということではないのは、これは委員もご理解をいただけると思います。あの、いろんなものを載せるのかどうか、例えばマイナンバーを載せるのか。 あるいは住所も載せたくない、あるいは住所も載せろ、英語の名前を載せれば海外でも使,う使えるから英語で、えー、載せてほしい、あるいは住所を書くと引っ越したたびに、この住所欄が埋まってしまって、新しいカードをすぐに取りに行かなきゃいけないのは不便だから、住所は載せないでほしい、いろんな議論がございますので、それを最初からこれはやらないとか、これはやらないとか、 やると決めるんではなくてとにかく全部今、懸命にあるものあるいは懸命に新たに載せろと言われているものこれ全部テーブルの上に載せて一つ一つ議論をしようとだから顔写真についてももうスマートフォンでも読み込めてスマートフォンで読み込んだらそこに写真が出るというのがもう世の中 あ当たり前になってるんなら顔写真はいらないという議論になるかもしれませんしいやいや2026年そんな世の中になってないというんであるならば。 それは写真がなければ本人確認できないよねということになります、あの事前に何か、えー、これを排除するとか、なんとかと決めずに、全部をテーブルの上に載せて、あの一つずつどうするか、議論させていただきたいと思っております一番心配なのは、のこの本人確認なんですよ、あのー、これ、重点計画の中では20、2025年末に運転免許証との一体化も書かれています。 であの自治体窓口で,ですよこう、次期マイナンバーカードを機器で読み込んで、本人確認をするということになれば、そこからまた個人のさまざまな情報を抜き出せる、漏えいするということも危険性があると思います。で運転免許証とカードを一体化したら、これ、警察官がカードリーダーを持ち歩くことになるんでしょうかね。でそこででカーーードリーダーを読み込んで、まあ、警察官のが そこから個人情報を恣意的に抜け出そうという危険性もあるんじゃないですか、その辺はどう思いますか一点事務的な補足と今お尋ねの点について、県面記載事項大臣から答弁申し上げたとおり、丁寧に一つ一つ検討していこうと思います、顔写真も含めてご指摘のものは検討の対象でございますが、あの主として念頭に置いておりますのは、 IC チップの中に入れておくだけにするか、懸面にも出すかというところが一番大きな違いでございまして、あのそのために何か大きく運用が変わるということは、あの一番、大臣も申し上げてました通り、あり、電子鍵の強度を上げると、5年サイクルが10年サイクルになるかもしれないと、これはあの明らかに運用が変わるかもしれませんが、この懸面事項の記載と、今、先生がご指摘の事項で運用が大きく変わるんじゃないかというところは、われわれはチップで読むか、表にも書いておくかということを主として、 考えてございますで警察の件につきましては、あの今でも一部運転免許証、はい、IC チップに入って、あの警官の皆さんの読み取れるようになっている仕様のものも一部出てございますが、あのマイナンバーカードの場合も同じでございまして、オフラインでも現場が読める仕様にするということは、現行のデジタル化した運転免許証と同様の機能になることを想定しながら、詳細は検討を進めてまいりたいと思ってございます時間ですが、待てまとめて質問あります。 ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。